皆さんこんばんは、新根っこ好きです。龍が如く実況プレイ続きやっていきたいと思います。今がですね、ちちとこっていう、ストーリー名なんですけど、ちょっとね、この伊達さんが、娘がいるみたいで、ちょっと約束すっぽかしちゃったみたいなんですよね。ちょっと、なんで、伊達さんの娘さん会いに行こうかなっていうところなんですけど、娘さん、まだ公園で待っているのかしら？公園にいるの？伊達さん。おきんと。がっつり寝てるね。おじさん、どこ行っていたの？出かけるなら起こしてくれればよかったのに。いや、ぐっすり眠ってたからさ。ああ、すまなかった。まだ少しだけ用事があるんだ。待っていられるか？うん、大丈夫。行ってらっしゃい。よし、じゃあ行ってこようか。公園。公園。公園はどこだろうな。ああ、近そうだな。近くにある感じだね。方向キーがちょっとおかしい方向行ってる。こっちか。ん？ねえ、おじさん、暇？これから私たちと遊ばない？一人でもいいけど、二人一緒でも OK。条件は特にないけど、無茶なのは勘弁ね。逆なん？どういう意味だ？え？どういう意味って。ごめんね、やっぱ何でもない。でもどうすんの、さや。すぐに見つかるって、行こう。さや？ちょっと！伊達さんの娘か。あ、この子なんや。めっちゃ女子高生や。で、伊達さんは知ってるのか？は？知ってるわけないじゃん。頭おかしいんじゃないの？お前らよりはマシだ。俺は自分を安売りしたりはしねえ。関係ないでしょ。チクりたきゃチクりゃいいじゃん。とにかくお金が必要なの。ほっといてよ。そうよ。なんや、金、アルバイトでもしてんの？おじさん、さやの味方？多分な。そっか。実はね、さや、変な男にハマっちゃってんだ。変な男、あらら。翔太郎とかいうやつ。チャンピオン町の、シェラックってバーの。それで金のかかる男なんだって。ああ、またお金関係か。それであの子はあんなことまでして遊ぶ金稼ごうとしているの。ねえ、おじさん。あの子、やばいかも。あ、もしかしてそういう、体売っちゃうような、お仕事してんの？おじさん強そうだし、さやのお父さんのお友達なんでしょ？なんとかできないの？わあ、そういうの？おじさんは何者？おい、お前そのポーチを返せ。しつこいやつ。あれなんだこいつ、街の56付き？さあ来い。さあ来やがれ。どんなもんじゃい。ひったくりってあったけど、すいませんでした。ひったくられたポーチを取り戻した。ひったくら、もしかしていつぞや、ひったくりがあったよみたいなのが、あったような気がするんだよね。この人だったっけ？ほら、取られたポーチだ。何日間も忘れてごめんなさい。ひったくられたポーチを返した。ありがとうございます。よかった。私の大切なアイドルのつよしのサイン入り生写真無事だったわ。つよしどうもと。この生写真はあげられないけれど、これはお礼よ。ありがとね。おー、1万円。お、てか8万円もらえるんだ。8万円持ってるんだ。結構、桐生の姉貴は、お金を持ってるね。まあ、不良とかと、ね、戦ったりしたらお金もらえるみたいだしね。お、なんか落ちてる。この辺、お、この辺か。よし、コインロッカーの鍵もね、着々と持っておかないと。あーんと、ん原稿がない。どうかしたか。ちょっと取材で飲んできたんですけど、仕事を忘れて飲みすぎちゃって。目が覚めたら持っていた大事な原稿が見当たらないんです。あー、中国に取られたかな、原稿だけに。締め切りまでもう時間がないんです。どうしたんだ、え、どうすればいいの？この辺り探しているんですが。まあ、そらねえ、あかんことしょる。なんか落ちてるけど何もないか。なんか落ちてるぞ。めっちゃありたかってんな、下。原稿。めっちゃコインロッカーの鍵落ちてんな。おおめえ喧嘩強そうだな。酒を飲むといいとしちゃってさ、喧嘩が有利になるんだよ。しゃっくりが止まらないがな。ああでも酔って街うろうろすると喧嘩絡まりやすくなるから注意だな。あ、そう。入ろう。ここが店やね。いらっしゃいませ。翔太郎はいるか？お客様は知り合いかい？翔太郎誰でもいいとし。友達ってことにして、そうかい。で、注文はしないんだかい？そうだな。一つゲームをしよう。うちで一番高いものを当ててみな。高いもの？そんなもん知らんわ。てかこれ何なんだこれ。この辺でいっか。出直し的な。じゃあ誰でもいいだろうわ。まあ、てかなんだよこれ。当てずっぽくガタガタ言うな。高いもの。わかりやすい質問だな。ボーモは40年だ。いや、なんだろう。ま、わかりやすい質問だったが、そうだよな。ま、この町でもおそらく1本しかない、蝶のつく、バンテージだからな。ヴィンテージか。なんせ俺も飲んだことすらないんだよな。気に入ったぜ、教えてやるよ。翔太郎ならもういないよ。3ヶ月前くらい前に、スターダストって見せた。スターダスト、和樹さんとかのゆうやくん行ったところか。この町一のホストになるんだと、翔太って名前でいるはずですよ。翔太郎と翔太ですか。まあいいや、ありがとう。どうも。情報は手に入った。このお店はなんだ？ああ、そういう、ここはバーですか。原稿とかって置いてない？特にないか。まあ、体力とか回復するんだろう思われる場所だね。ん？あれ？なんか落ちてる。なんか落ちてるぞ。ん？これが原稿か。あ、やった。あ、なんか、キラキラ光るものもあったような気がするけど、めっちゃありたがってんな、もう。ん？てか、この変なおっさんは何？あ、そう。まあ、後々通れるやつかな。はい、これ原稿。おい、探してる原稿ってこれだろ。ああ、それです、それです。ありがとうございます。原稿を渡した。これで締め切りに間に合いそうです。本当によかった。じゃあな。あ、すいません。私、フリーライターの、川郷おもこ川愛かな。この町の裏情報について記事書いているんですが、もし見かけたら声かけてください。ももこさんでいいのかな。裏情報をこっそり教えちゃいます。ふん、わかったよ。おお、やった。経験値ももらったし、なんか裏の情報もくれるみたいだし、一石二鳥だね。じゃあまあスターダストにね、向かってみようか。そういえばコインロッカーの鍵もいろいろ見つけたからね、ちょっといろいろ取ってこうよ。ドス。おお。ああ、送ろう。BJ のお守り。なんだそりゃ。モノグラムのバッグ。でっかいやつかな。開運の、なんかいろいろあるんだけど、ご利益がある。何の効果があるんだろう。ほう。まあいいや。じゃあまあ、スターダストにね、また向かいましょう。スターダスト。あ？なんだ酔っ払い。なんだったんだ。よし、スターダストに着いたぞ。お、ゆいや久しぶり。あ、キリュウさんいらっしゃいませ。お一人ですか？いや、翔太ってのは来ているか？翔太なら、お、いるんだ。あそこにいるのがそうです。あ、ちょっと。あら、伊達さん。伊達さんか？さや。え？お父さん、お客さん困ります。どけ。翔太、大丈夫？さや、お前こんなとこで何を今さら父親面。今日だって約束すっぽかしたくせに。そりゃお父さんはいっつもそう。あったって何も言ってくれないし、つまらなそうにして、そのくせこんな時だけ父を破る。さや、帰るね。さやちゃん。あらら、二人っきりの時間だったのに。なんじゃ？ちょっと話して。せい！おい、何やってんだ？なんだおっさん。その子から手離せ。あ？この女はな、うちの会社に借金があんだよ。関係ねえから引っ込んだろ。借金？ああ、この女、ホストクラブ通い詰めて借金まみれ。借りた金返さねえって言うから、体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオでデビューすっからよ。おっさんも買ってくれや。うわっ、やろう。お父さん。おお、キリア、お前なんでここに？てめえら覚悟はできてんだろうな。伊達さん、話は後にしようぜ。おー、伊達さんと共闘か。ここは京都じゃねえけど、共闘するぞ、伊達さん。いや、この野郎、スタンガンか。このスタンガン野郎。そう、卑怯な手使いやがる。まずはこのスタンガン野郎をどうにかしてやらんと。よし、伊達さん。おっと、おっと、てや。よし、こうなったらいけ、チャリンコアタック。よし、いけ、チャリンコアタック。ほりゃ、ほい。よし、いけぜ。おっと、空振りか。だが今度は当てるぜ。投げる。てや。へへへへ。よし、伊達さん、一緒にアタックだよ。ふい。伊達さんと力を合わせればこのぐらいどうってことはないぜ。俺はあの子の父親だ。お前らのボスと話をさせる。遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど大丈夫ですかね？一人で行ったのかよ。キレイさん行こうや。絶対やばいことなされてるって、これ。まあとりあえずセーブして、まあ、向かいますけどね。よし、じゃあまあ行きますか。どっか回復とかないかな。あー、これはなんか入れてもいい気がするな。てかイタリア製のありすぎなんだけど。軟式ボールもいらねえかな。なんか、それよりも、こっちの方が、ね、良さそうだし。よし、オッケー。ちょっと気がかりですね。何かだ。翔太のことです。売り上げもいいし、礼儀も正しいんですが、何か悪い連中とつるんでよく遊んでいるんです。やばいやつじゃねえか。おい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 。変なことに巻き込まれてないといいんですが、それもうフラグだね。翔太、あいつ絶対なんかあるね。桐生さん。翔太が言ったの。町金から借りた店のツケ、すぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを？本当は初めてだったの。でも、来週までにお金を用意できなかったら、翔太、殺されるかもって言うから。てめえの命を惜しくて、自分の女に何とかしろってのか。本当にお前を大事にしてるなら、そんなこと言えるわけがねえ。でも、私には翔太しかいないから。伊達さんなら、お前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。絶対騙されてるって翔太に。ねえ桐生さん、私、お父さんが心配。その町金の場所わかるか？ピンク通りの花がたびる、そこがあいつらの事務所なの。行くぞ、さや。お前も一緒に来るんだ。花形ビルへ行くぜ。まあ近くちょっとセレナがあるから、ちょっと回復していくぜ。あ、入れないんだ。そういえば能力強化をしておこう。うん、体力ゲージが上がって、うん、ちょっと体力がね少なくなってるから、いつものね、ドンキでよし、体力回復するアイテムも手に入ったから、ちゃちゃっといっちゃいましょう。こっち行けばいいんかな。お、なんかここが近そうだな。ねえ、お願いがあるの。ちょっと何近づいてきちゃって、いつもこっち見てる変な男がいるのよ。ちょっと追い払ってくれない？あー、なんかすごいあたふたしてんな。めっちゃカクカク動いてんぞ。バカと任せろ。頼もしいわ、お願いね。こいつか。なんかめっちゃガクガク動いてんだけど、お前ロボットかな？なんですか？僕に何か言うですか？お前この辺りうろついてんな。お前この辺りうろつくな。なんですか、唐突に驚かす気ですか？僕はヤクザと知り合いですよ。なんなら呼びますよ。呼んでみーや。呼んでみーや。呼んでみーや。呼べるもんなら呼んでみろ。マジで呼んじゃいますよ。本当に呼んじゃいますよ。こっちも同じようなもんだからね。はい。ああ、やってみろ。やってみろよ、ほら。見てろ。あ、もしもし。あ、来た。じゃあ、せいぜい僕に話しかけたことを後悔してくれ。あ、まあそうなのね。まあね。この程度は、序の口でしょ。おい、おりゃー。よしてかたった2人しかいねえのか。弱えな。さあ不審なお坊ちゃんよ。いい、勘弁してくれ。二度と兄にこんな真似させませんから。どうですかお姉さん。見たわよお兄さん、かっこいい。ささやかなお礼をさせてちょうだい。ああ、3万円もくれんの。いやー、いやー、お姉さんありがとうございますね。いやー、ありがとうございますね。おやおや。こっちじゃないね。もうこれすぐだね。ここ？あ、ここでいいのか。あ、やっぱりね。ねえ、あんた。サヤの親父さんなら金払ってよ。そしたらビデオの話は忘れてやるよ。いくらなんだ？店のツケが20。俺が立て替えたから利子と合わせて400。翔太はさ、うちの系列で金借りたのよ。その利子が乗っかってんだよ。バカな。払えないんだったらさやちゃん、しょうがないでしょ。そういうエッチなビデオに。何やってんだこら。こいつサツか。へえ、4か。丸棒じゃねえか。マジか、やべじゃねえかよ。まあ待てよ、お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたらさやの借金チャラにしてやるよ。どうだ、いい話だろ。話にならねえよ。強がってんじゃねえよ。翔太、なんで？薄情な親父だねあんた。娘大事じゃないの？大事だ、大事に決まってんだろ。さやには指一本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はさやの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあさやはどうなってもいいんだな。あ？あんたはさやより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと？殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねばさすがにお前らでも逃げきれないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにさやはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。花から失うものなんてねえんだよ。ドアにいた人。お父さん、なんだてめえ。あんた初めっからグルだったわけだ。腐ってるぜお前ら。もうグルがぐるぐる回ってんじゃねえぞこの野郎で。てかまたこいつナイフ持ってんな。こういう時はもう椅子で。うわ、このうわ、こいつもう本当刃物使うんじゃねえ。武器ならこっちも武器だ。痛っ、痛えな。よしよし。まあ真島さんに比べたら全然強くないね。20が400だって?えんえん。冗談にしても笑いやしねえな。マンはつかないよ、円だよ、円。証文出せよ。よい、金六着かな。借りができたな、桐生。いや、お父さん普通の女子高生なんだな、そうしてると。着替えるの早っ。ジロジロ見ないでよ、お父さん。親父にもぶたれたことないのに。これはダメな親父だ。10年前、お母さんとお前から逃げ出した。だからお前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。さやが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目にあったら俺は守ってやる。守ってやるから。分かったから泣かないでよ。親子だね。あ、桐生の兄貴。桐生自ら去って親子水入らずにするんやね。あ、警視庁。おはよう伊達君。課長、何か。ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか。10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。2度目がないことは分かっているね。ええ、まあ単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう。交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。バレてんのか。話は以上だ。バレてんのか。失礼します。おい、伊達君。おう、今のが伊達刑事かね。はい。どうだ、須藤君。誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが、捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一家で引き受けてもらえないか。わかりました。誘拐?え?どういうこと?え?さっぱり話がわからないな。一体どういうことになってるんだ?まあ、次回に続くんだろうね。うん。というわけで、父と子、まあ、第6章終わりました。次回の龍が如くも一体どういう展開になっていくのでしょうね。次回もご視聴よろしくお願いします。それでは、バイニャラー。